名城大学附属高等学校は愛知県名古屋市中村区新富町一丁目に所在する私立高等学校。通称は名城または名城大府。普通、商業、電気、機械の4課を有する男子校として運営してきたが、1999年の入学者から普通科と総合学科の2課生へ移行するとともに順次男女教学化された。 8階建ての本館には2階、4階、6階を結ぶ4基のエスカレーターが設置されているほか、第2体育館に室内温水プールを持つ。2010年9月に新体育館が完成。4階建てで1階は重建道場、2階は体育館になっており冷暖房完備。建設費は約13億円。特別進学クラス以外は、 名城大学の付属高校特別推薦入試を受けることができる。ただし受験可能な学部が在学するコースにより制限があり、推薦枠には限りがあるので、全員が受験可能とは限らない。名鉄沿線ということで、県内各地、また県外からも受験者がおり、一般入試での倍率が15倍前後と、愛知県内の私立高校では最も高い。また、 在学生数も愛知県内一位となっている。男子校時代には標準的な詰め入りタイプの学生服であったが、1996年から現在は図下の小野塚明デザインによるブレザーに変更されている。教育方針のしつけ教育をおんじにあるように、生徒指導は厳しく、高速上も様々な制限がある。原動機付き自転車も含めた自動車運転免許の 取得やアルバイトは原則禁止されている。髪型にも規制があり、先発は禁止されているほか、男子の頭髪は耳にかからず、襟に当たらない髪型にすることが要求されている。携帯電話に関して持ち込め禁止になっていた。これは携帯電話によって、学校の風紀の崩壊、周辺住民への迷惑を強く配慮して持ち込め、禁止を大原則としていた。 推薦試験での面接で、我が高校は、携帯持ち込め禁止ですが承知の上ですかとの質問内容があるほどである。しかし、愛知県内での学生が視殺された事件が起こった際、PTA 側が生徒の登校中の安全確保を強く求めたため、生徒会顧問が生徒会会長に対し持ち込め許可に向けた議論をするように要請した。そして、平成19年後期、 20年前期の生徒会執行部が議論し、生徒会主導で第1素案から最終決定案まで作成し、教職員会議で審議した結果、2009年1月より高校運営上支障のない範囲で持ち込めが許可された。最終決定案には、数回の募集で構成しない場合、謹慎処分することができる。との趣旨が明文化されているが、 実際運用は1回目の没収において禁止も処されているため、最終決定案は事実上効力が発揮されておらず、教職員の自己見解によって運用されている。2009年2月、携帯電話を使ったカンニング行為などで没収人数が大幅に増えたことから再び持ち込め禁止となったが、同年4月からは解禁されている。2010年春頃から、 没収回数が増えており学校側から生徒会に携帯電話の取り扱いについて話し合うように要請された。地・特、対文系理系分けは2年から。スーパーサイエンスクラスは平成20年度から設置され2年新旧時に選考されていた。つまり SS コース1期生は平成19年度入学者となる。普通科、特別進学クラス普通科。 一般進学クラス2006年度に指定され、現在2期目。SSA 校の中核を担う子は SSA に指定されている。ありがとうございます。